チェジュ島四三事件というのがあるんですよ。チェジュ島ですか。チェジュ島、はい、最終島ですね、はい、でチェジュ島のその四三事件というのは実は70周年という今年は年なんですね、はい、どんな事件でしたか。でその事件なんですけれども、はい、まずちょっとそれをまず説明しておきたいんですけれども、チェジュ島というのはこれご承知のようにあの朝鮮半島の一番南にある島ですね、はい、であの南の島というのはこの実は一番末端の島なんですけれども、朝鮮王朝時代、李氏朝鮮時代というのは政治犯の流刑地だったところです。え、今はリゾート地ですよね。今リゾート地ですけど、もともと流刑地だったんですよ。しかも李氏朝鮮の時代は流刑地として使っていたと、だからいわゆるその朝鮮半島のように身分制度の非常にそのうるさいやかましいところでは、チェジュ島とその住民というのは非常にそのまあ差別を受けてたという、地域差別が非常にその強かった、だからいわゆる開発なんかからも取り残されたと、はい、でそれが日本時代も残るわけですよ。日本人はそういう事情を知らないですから、朝鮮統治やった時も別に何も考えないわけですが、地元の朝鮮人はそれを残るわけですね。でもちろん日本が撤退してアメリカの軍政下でもそのチェジュ島に対する差別は残って、さまざまな不満がチェジュ島の島民の中にずっと鬱積してたわけです。でそうした中で70年前ですけれども、1947年の3月1日にですね、いや48年です失礼、48年の3月1日に、はい、3.1 独立、失礼、47年3月1日に31運動独立28周年の記念式典というのがあって、でその式典やると大体パレードやるじゃないですか、はい、そのパレードがですねデモに転化するわけですよ。なんでパレードが人が集まって歩いて規制上げてるうちにだんだん日頃の不満がぶちさ言い出すわけね。不満がありすぎるんじゃないんですか。それはそれで当時のその軍政庁というのがこれが、まあ、大韓民国できる前ですから、アメリカ軍政庁が、はい、支配してた、統治してたその軍政庁の警官隊と衝突になって、そこで発砲事件がありまして、6人が亡くなるというそういう事件が起こるんですね、でこれきっかけに3月10日からその抗議のゼネストが発生すると。でそうすると当時はもう冷戦が始まってきた時代ですから、48年ですからね、48年で非常にそのゼネス冷戦が始まって左右の対立といったものが出てくる時代ですから、朝鮮半島の本土では米軍政庁と韓国の政界の実力者の一人はそのイスンマンですけれども、はい、彼らは反共ということが非常に国是になるわけですよ。そうするとそういったデモをやったりストをやったりするやつはこれ赤ですからね。そうですね、はい、で彼らはチェジュ島に赤の連中が入り込んできて悪さをしていると、はい、で本土の荒くれの人たちだとか本土で不満を持っている人たちがチェジュ島に乗り込んでいって暴力で粉砕するわけですよそれもなんかよくわからない構図ですね。なんか場外乱闘じゃないんですか。そうそう、場外乱闘で、はい、やっちまえみたいになっちゃうわけです。赤が暴れてるからやっちまえと、いや赤が暴れてるならそれ警察に任せとけばって言われて、いや俺たち許せないからみたいなこと言って、どうせチェジュだしみたいな。やっぱり文化が違うとなんかパレードがデモになったりその場外乱闘が発生したりちょっと展開がやっぱり不思議ですよね。で、まあ、だからねこの私の番組で定番ななんとかのくせにっていうのは、要するに韓国の人から見ると、韓国本土の人見るとチェジュのくせに何やってんだあいつはと、しかも赤のくせにみたいな、知事のくせに赤に染まりやがってけしからんみたいなことを言うわけですよ。それはどう収集したんですか、その後は。で結局そこにですね、でここに話がまたややこしくなるのは、そうすると赤のくせにっていうのは最初は必ずしもその左翼的な人ではなくて、日頃の不満が爆発しただけだったので、そうですよね、物価高だったり物がないとかね、そこに今度本当に左翼が入り込んでくるんですよあ、なんかでもそれデジャビュだな。やっぱりそこに不満が溜まってるところに来るんですね、必ず。そう来るので、来て、でそこで左翼勢力の中で南朝鮮労働党チェジュ島委員会というのがですね、48年4月3日に警察を襲ったり、あるいは右派系の人たちを一斉襲撃を開始すると、はい、でこれが48年4月3日に始まったんでチェジュ島四三事件というふうに言われるんですね、でこっから非常にその血で血を洗う、非常にその殺戮が続くわけですよ。でこの一般市民、一般の島民からですね、でもともとはそういうその警察とその左翼的な人とか、はい、あるいは不満を持っている人たちの暴動だったのが一般の人たちもどんどん巻き込んでくる。で地元の村、島の駐在さんだけで当然抑えられないですから、はい、本土から人を送り込むわけですね、で警官隊を送り込んできて、そうすると警官隊も一人で来るわけじゃなくて家族で来たりしますから、その家族まで巻き込んでエスカレートしてどうにもこうにも止まらなくなっちゃう収拾がつかない状態ですね、うん、
でしかもなおかつタイミングが悪いのは、実はあの朝鮮半島というのが1945年に、はい、まあ38度線を境に南はあのアメリカの軍政下に、北はソ連の軍政下にと、まあ、分断されるわけですね。でそれ一応当初の目的としては、あの最終的にはあの統一選挙をやって、そこで民主政府を作るということを言ったんですが、うん、実はあのそこに国連が監視団を送ろうとしたら、北朝鮮の側が38度線の北には監視団は入れないと言い出したわけです、うん、でそこでしょうがないから、選挙のできる土地だけで国連は選挙のその監視をやって、選挙やりましょうねという話になったわけですね。でそれが南だけの選挙ですから、ええ、それを反対する人はあの単独選挙って言い方をするわけです、うん、でそこでその選挙をやることは、これは南北の分断を固定化することだということで、左が騒いだり、いやそれでも選挙やってやんなきゃいけないじゃないかって、ええ、これも左右の対立で、そうでなくても本土が揉めてるところですよ。でそこで結局そこに左派が乗り込んできて、で暴れ始めて、今度は全く関係ない単独選挙阻止とかって言い出したわけです。ありがちですね。ありがちなんですよ。で結局混乱のために5月10日がその選挙の日だったんですけど、チェジュでは選挙はできないんです。どうなったんですか。で選挙やらないで結局暴動が続いてますから、ドンバチドンバチやってるわけですよ。じゃあチェジュ島では選挙やらずに、あの半島の南側だけで選挙を。そうそうそう、結構だから本当はだから韓国が第1回の総選挙を、1948年5月10日にやったって言ってるんですけども、はい、ただしチェジュを除くなんですよ。ただしチェジュを除くですね、うん。でそれでその後結局その後もそのこう武装蜂起の指導部なんかがですね、これがあの後の韓国軍の前身が、まだあの大韓民国できるのはその大韓民国を作るための憲法の制定議会の選挙ですから、まだ大韓民国ないわけですね、はい、まだ国になってない。だから後に韓国軍になるのが、当時は朝鮮国防警備隊という言い方をしてたんですけど、それから一般の警察ですね。それからですね、西北青年団というのがあってですね、これは何かというと、北朝鮮から南に逃れてきた人たちで、もう左翼に対する恨み骨髄の兄ちゃんたちの集団がいるわけですよ。でこういった人たちが乗り込んでいって、とにかく左翼連中をボコボコにするわけです。で指導部の中心は大体それでまあ収まるんですけれども、はい、ただあのチェジュというのは、これ、まあ、観光ビデオなんかね、それこそ YouTube でコマーシャルで時々入りますけど、あれ見ていただくと分かりますけど、緑があって山があってってとこですから、うん、山に入り込まれちゃうと分かんないですよね。あ、そうですよね。でそうすると、左派系の連中の残った連中が山ごもりをしてゲリラ戦を展開する。また謎の展開ですね。で本土ではそのうち50年に朝鮮戦争が始まるんですけども、はい、そんなこと無関係に知事ではゲリラ戦がやってるわけです。それで、はい、最後の最後に、一応ゲリラが投降したのは1957年ですから、かなり長いですね、まあ、10年間やさいです、そこでゲリラなのか何なのか、要するに朝鮮戦争もやってますから、北からのその兵隊が逃れて入ってきたのか、スパイなのか、もう何か何だか分かんなくなっちゃうんで、結局取締る側としては怪しいやつは全部殺さざるを得ない。まあ、仕方ないですよね。一応彼らに同情的な言い方をするとね、でもうちょっとちゃんと調べてやれよって話もあるんだけど、まあ、それどころじゃないですよね。で結局そこで8万人が死んだんです。8万人が少なくとも犠牲になったとい う、いわゆるその韓国現代史、朝鮮半島現代史の非常にその陰惨な事件の一つなんです、まだいっぱい死んだ事件ありましたよね。いっぱいいっぱいあるんですけれども、はい、でこれが、あの3月、4月3日、48年4月3日の暴動から始まってますから、チェジュード 4.3 事件、これがイミョンバク逮捕のタイミングとどういう、でその後忘れるんですが、はい、でちなみにちょっとこれ補足しておきますと、この後の話にもあるんで補足しておくと、実は現在在日コリアンと言われている人たちのかなりな部分は、このチェジュドの、その朝鮮戦争とチェジュドの騒乱の混乱を逃れて日本に渡ってきた人が非常に多いです、あ、そうなんですね。あのでそういう人たちがいわゆる密入国して難民として逃れてきた時に、いや実は俺は日本時代から強制連行で連れてこられたんだという方便で居座ってる人たちに実は相当いたわけです。あ、でもね、そうですよね、うん、だからあのもちろん日本時代に正規の手続きをして投降してきた朝鮮人で、その後居座った朝鮮系の人もいるし、はい、あるいは徴用で来た人もいるんですよ。で徴用で来た人に関しては、ただあの戦後一応その帰国船を用意してますから、日本政府は相当分帰ってるんです。でそうするとあの強制連行で来たんだと言って居座っている人たちの実はかなりな部分は、このチェジュドとそれから
朝鮮戦争の混乱を逃れて密入国をしてきた人たちで相当数いると言われてるんです。そうですよね、難民ですよね。でただこの辺あたりはあの戸籍を買ったり、まあ、ええ、言ってみればその戦後間もない時期ですから、戸籍がなくってそれを戦災で焼けちゃったんで必要になりましたからみたいなことを作るとかね、そういった話もあった時代ですから、うやむやになってるところはあるし、逆にその強制連行だって嘘だってみんな知ってるんですけれども、隣で実際生活してるとかですよ、あなた密入国ですから出てけとか普通の日本人の感覚じゃ言わないです。そうですね、言いませんよね。でそれ本人も密入国だって言いませんから、強制連行で来たというふうな嘘をつき続けてたら、いつの間にかそれが孫子の代になってくると定着しちゃう。本当だと思ってるんですよね、親がね、親とかおじいさんが強制連行でっていうふうに話される方いらっしゃいますもんね。そうでそれでよくよく聞いてみると実は違うとか曖昧になるっていうのは、実は本当にことがバレちゃうと帰んなきゃいけないから、で周りも一応それを黙認してたというのが実態だと思うんですね。ただその辺はあの文書が残ってどうこうという話じゃないんで、水掛け論になりがちなところなんですが、ただまあそういう面がある。で実はこのチェジュ島の43事件というのが、韓国で核を生産するといった時の一番最初に手をつけたのが実はこのチェジュ島の43事件なんですよ。あ、そうなんですね。で日本では韓国人の言うその核の生産っていうと、日本統治時代のことというイメージが強いんですが、もちろんそれも入るんですけれども、それは全体の中のごく一部です、前回お話した通りに。でこの時にそのまずノムヒョンの時代からちょっと話をしたいんですけれども、ノムヒョンという人が、これ2002年にノムヒョン政権発足してましたけれども、ノムヒョン政権を支えた人はどういう人たちかというと、386世代と当時言われてたんですね。386世代、1990年代に30代を過ごし、1980年代に大学に通った60年代生まれの人たち、要するに学生運動、民主化運動の世代の学生の人たちですよ。で日本で今段階の世代が、それがまあちょっとあのタイムラグがあって韓国でそういう時代になったという、そういうイメージで考えていただいてるんですが、で彼らはそういう経歴の人たちですから、いわゆる左派系の民族主義なんですね。だからまさにノムヒョンとかあの辺の韓国の左派系の、民族主義に大体その非常にそのイカれちゃってる人が多いわけですよ。あのやっぱりリベラルかっこいいみたいな、リベラルかっこいい、なおかつ当時のそのパクチョンヒだとかチョンドファンの政権というのは、韓国というのは北とは別の大韓民国を作って、北や中国から切り離されて、自分たちは、統一は統一省の目標にあるとしても、それよりもまず自分たちがきちんとその経済成長するんだということが、近代化路線ということですから、それに対抗してまずは統一だと、そのアメリカや日本に頼って豊かになって何になるんだみたいな、その左派的なリベラルみたいな、そこにそれ入るわけですね、だから当然北にその感化されやすいと言いますか、逆に言うとその南、パクチョンヒだとかチョンドファンの言った経済を豊かにするというに対して、そこに対抗できるだけの議論っていうのは、やっぱり北の持ってきた自立だとか民族の自立だとか統一ということをカウンターに持ってくるのが一番強烈なわけですよ。でそこで結果的にその、お互いもともとがその素養的に惹かれるところもあって近づいていくところなんですが、そういう人たちですから過去の生産というのは非常に熱心なわけですよ。だからその過去生産というのをこのノムヒョン政権が始めた時に何をやったかというと、で我々がその考える時、だノムヒョン政権の以前からですね、過去生産ってあるんですけれども、で過去生産といった時 の一応法的な定義というのは、1987年の民主化以前の国家権力による暴力、虐殺、人権蹂躙、全てが対象であると。なるほど。だから親日派を処分するというのは、これは植民地派による被害を明らかにし、植民地権力に対する協力を断罪するというのが、これが親日派処罰ですけど、これと違うんですよ。これよりもっと大きな概念なんです。もうその国内勢力も含めて、国内の過ちも含めての過去の生産ということですよね。そうです。だから一番最初にやったのは何かっていうと、実は1990年のノテウの時代に出ちゃったんです、もう早くも。でノテウの時代何やったかというと、その広州民主化運動という、要するにパクチョンヒ暗殺事件の後に広州で暴動があって、それをその学生運動、学生蜂起があって、それを軍が乗り込んでいって潰して戒厳令をやってという、チョンドファンが権力を握った一連の過程がありますけれども、その広州民主化運動の時の関連者にかんで、そこの、ですね、漢字でも広州民主化運動関連者保障等に関する法律が出るんですね。でその時のノテウですから、ノテウも、やはりチョンドファンの部下で軍に関わった人ですから、そのチョンドファンが悪いとまで言わない、ただ行き過ぎがあって鎮圧すると、戒厳令で鎮圧したりなんかした時に、亡くなった学生さんとかには保障しますよというところから始まるんです。
人道的に聞こえますよね。いや少なくともその民主化という方向に行ってますから、少しずつソフトな路線にしようということを言うんですが、それにやっぱり左派が付け込むというか乗っ取っちゃっちゃうわけですよ。だからその後のキム・ヨンさんだとキム・デイジュンの政権の中で核生産に関する法律はいろいろできていくんですけれども、この時点では全てあくまでも解放後、いわゆる日本時代以降の話なんですね。はい、でその日本時代以降の弾圧の被害者、軍事政権の被害者を救済するというのが核生産のもともとの意味だったんです。でこの時点では植民地内 の, その親日派を、いやそれを多分あの世間 の, その評判が悪いとかですね、あの 制, 度的な制度以外のところでその文句を言われることがあったにしても、彼らを捕まえて具体的に法的に処罰をするということは法的にはまだ起こってないんです。でそれがノムヒョンが2002年に政権発足して、あの過去生産の中身が変わってくるんですね。はい、で一つは 何が起こったかというと、ノムヒョンという人は1946年生まれなんです。はい、戦後戦後なんです。はい、だから日本統治時代知らないわけですよ。要するに自分たちとか後の世代は日本統治時代のこと全く知らないから、どんだけぶったたいても構わないと。うん、そうですよね。で過去生産をぶったたいてぶったたいているうちにだんだんネタが少なくなってきますから、はい、あネタ切れということで、ネタ切れもあってそれどんどん拡大せざるを得ないわけです。はい、だから2004年に彼は何やったかというと、ここで有名な日程共戦占領下反民族行為の真相究明に関する特別法と。で1904年の日露戦争で、日露戦争が遡っちゃうんです。日露戦争から45年までの間に旧日本軍や朝鮮総督府などの行政機関で一定以上の地位についていた者、独立運動家への弾圧や戦時中の戦意高揚のための活動を行った者を調査し糾弾するという。いや結構古い100年前のことを。そうだから100年経って始めたわけですよ。はい、で80年代90年代はやってないんですよまだ。はい、でむしろで過去生産でそこであの過去生産というのがここまで遡って、それにもう一度その何て言うかな、あの解放後というのがくっついたのが2005年なんですね。はい、で2005年に真実和解のための過去差っていうのが、これあの差という字がですね、これあのハングルで書いてあるんで、あの事件の字も差だし、歴史の史も差なので、あのどっちで漢字でやるか分かんないんですけれども、過去の出来事もしくは過去の歴史整理基本法というのを言います。でこの時にはもう日本時代のその、まあ、あの親日派を親日をその糾弾するということと並行して、日本関連だけじゃなくて韓国軍、この時点ではですね、一応まだ多少両親が残したのは北朝鮮の人民軍ですね、朝鮮人民軍、国連軍、米軍などが起こした人権侵害もこれも含むと。でその中でやはりその一つ大きな、非常に大きな出来事として、チェジュのその出来事というのはクローズアップをされて、で2006年の1月にチェジュ平和の島宣言というのが出るわけです。なあ、ついについに出て、はい、でそこで慰霊祭やって、ノム君が行ってですね、慰霊祭行って大統領として頭を下げてごめんなさいとかっていうと、でごめんなさいっていう、彼は別に韓国政府が悪いと言ったって自分が悪いんじゃなくて、自分の前の軍事政権が悪いから、自分は改革しているんですっていうアピールです、ね、アピールのために一生懸命むしろ謝るわけですよ。悪いのはあいつらで、自分たちは悪くない、いや俺たちの先任者を悪いことして大変失礼いたしましたということを喜んで言うわけです。なんだか我が国の元総理にもそんな喜んで謝ってる人がいましたけど、ね、でただノムヒョンの場合は日本との関係が悪化したということもあって、過去の生産というのが、その新日派の糾弾というのは、これがその中心的になってしまった。だから先ほど言ったあの2005年の法律なんかと、あるいは2005年12月には、あの親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法というのを出して、でこれ反民族行為認定者というのを勝手に認定するわけですね、国は。それすごく昔のに遡って、そうそう、自分のひいおじいさんぐらいの人がやったことで、いきなりこう土地が全部没収されたり、そう、土地が没収され、財産没収されたりする。だからこれはもう近代法の原則からして絶対やっちゃいけないことの一つです。そうですよね、後出しじゃんけんでは絶対いけないという、財産権の侵害ですよね。というよりそもそもその法っていうのは遡ってやっちゃいけないわけです。そうですよね。はい、でそういうことをやったりして、で実際2007年の5月には、あの日韓併合条約を締結した李官陽という当時の宰相ですけれども、彼の子孫を探し出してきて、あの土地の25万4906平米、はい、から36億ウォン、これを没収して韓国政府が取り上げちゃったという、はい、むちゃくちゃことやってたわけです。結構そのまああんまりに表沙汰になってかないかもしれないんですけど、結構な額と結構な額です、結構な広さの土地ですよね。だからお屋敷丸ごと全部取り上げちゃったってことですよ。すごいですね。
それあの日本ではありえない話ですよね。いや日本じゃなくても他の国じゃ絶対ありえないですよ。そうですね、まあ、中国ではあるかもしれないですけど、中国はだけどその過去に遡ってっていい、そんな面倒なことしないでしょ。そうですね、それ何の理由もなく突然ね、何の理由もなく突然トラックがやってきて、うん、バーッと潰して、そうそうそう、だからスターリンのその粛清にしたって何したって、うん、何の理由もなくいきなり捕まえることあっても、その人がその人のおじいちゃんが地主だったからとかっていう理由ではやらないわけですよ。いや そういうロジックで考えるとやっぱり韓国って法治国家なんですね。法律を作ってやるっていうか、そうないです、彼らのロジックの中の法治国家なんじゃないですか。まあ、彼らはそれがそう思って、ただ当然まともな韓国人もいて、これはおかしいという人いっぱいいたんですよ。それは思うでしょう。ね、はい、でこういう経緯、過去生産ってこういう経緯があって、だからその過去生産の中で、あのこのチェジドの事件って非常に大きなトピックなわけです、うん、さっき言った、はい、で特にその今のムンジェインという人は、うん、これ今 その韓国 その歴史観の中でリベラル系の人というのは、1919年の臨時政府、この臨時政府というのもこれはあの臨時政府と名乗ってますけれども、まあ同好会みたいなもんですよ、はい、実態は。だから臨時政府が、あのこれも前にこの番組でも申しましたけども、はい、臨時政府が日本に宣戦布告したことで戦勝国だと言ってるわけですけれども、それは言ってみれば我々が勝手にね、クララ臨時政府っつってですよ、あのムカつくからそのチャイナに宣戦布告だって言ったら、お前バカかって言われるのと一緒じゃないですか。そうですよね。ね、あのそのレベルなんだけど、まあ一応あんまり言うと怒られちゃうから言わない、うん、それ以上言わないけど、はい、ただその19年の臨時政府が大韓民国の原点だというふうに言って、でその後48年以降の大韓民国政府ができた後の歴史というのは、これは分断の屈辱の歴史、はい、汚辱の歴史だから、そうです、ね、民主化以前の歴史は全部悪だというのは、これムンジェインのイデオロギーなわけですよ、うん、そこで出てきたのがチェジド4.3事件ですか。でそうすると、その民主化以前の歴史を否定するときに、民主化以前の悪というのがこれがどん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 やっぱり引っ張り出してきたわけですよ。その民主化時点の、確かに実際にその政府がかなりむちゃくちゃ今度やって、大韓民国の国民があの8万人亡くなっているという事件ではありますから、それをあの4.3事件をその糾弾するということ、これをその非常にイデオロギー上有効なわけです、でね、もう一つ重要なのはさっき言いましたけども、4.3事件とそれからあの朝鮮戦争で朝鮮半島から多くの難民が出てきて、それが今の在日社会の相当部分を構成しているということを言いましたけど、でここで実はまたイミョンバクが生きてくるんですよ。イミョンバクという人は1941年の大阪生まれです、はい、つまり朝鮮戦争ともチェジドの事件とも全く関係ないです、うん、で彼の親が自分の死で日本に渡ってきて、でそこで生まれて日本で育った人なんです、はい、で要するに戦前から日本にいるとしたわけです、ね、でチェジドをクローズアップすると、なんだ実はチェジドの時に逃れて日本に行ったんじゃないかということが出てくるけれども、イミョンバクとしては、いえ在日コリアンというのは戦前から日本にいて、で彼は強制連行されてきてるわけではないんですけれども、うん、そこで強制連行で連れてこられた人たちが日本にいっぱいいてというロジックを補強する方に使われるわけです。なんとイミョンバクが捕まって、はい、イミョンバクのことが報じられるということは、当然イミョンバクはどういう人ですかという彼のキャリアが繰り返し放送されるわけでしょ、放送されるでしょ。そうすると1941年に大阪で生まれたイ容疑者はと、イミョンバク被告はということが繰り返し言われるわけで、はい、そうすると彼自体がその強制連行で連れてかれたってことは彼は絶対言わないし、実は事実じゃないけれども、はい、だけど要するに、あ日程時代に日本に渡った人たちがいっぱいいてっていう、その子孫がいてっていう、その刷り込みになるわけです。そうですね、確かに、うん、だから強制連行というのはこれは事実と違うでしょ。少なくとも今の韓国政府が言ってる、韓国政府がといいますか、韓国の一部の活動家が言っているあの強制連行というのはこれ事実と違うよねという批判がしにくくなるわけですね。そういう道筋を作って、そう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 、だからチェジュドのことを本当に言い出すと、あのチェジュド事件のことを本当に言い出すと、それは当然そこでチェジュドに逃れた人どうなるのってあるけど、逆にそこまで話がいきそうになってくると、今度はイミョンバクを持ち出せばいい。だからあの4月3日までっていうのと、あのオリンピックが終わった後っていうので、ちょうどあの真ん中ぐらいで、なおかつもう一つ重要なのがあって、ムンジェインがベトナムに行ってるんです。あ、ライダイハンですね、うん、でね、あのライダイハン問題もあるんだけれども、3月の22、23のムンジェインがあの今外遊してるんですけれども、まあ、ベトナムに22、23に行くんですけれども、実はそういったあの韓国が軍事民主化以前の韓国軍あるいは韓国政府が、うん、あの国民を弾圧したんだと、うん、でそれは悪なんだということを言いたい、要するに過去清算を進めたいっていう人たちにとっては、うん、このムンジェインのベトナム訪問っていうのが格好のそのタイミングになってくるんです、ね、
要するに43事件の70周年と合わせてムンジェインがベトナムに行ったっていうのはそれ合わせ技できてるわけです。あ、これも全部過去の生産っていう文脈で語る、文脈でそうなってるんですね。だから何があったかというと、今年の2月なんですけれども、まあ、あのベトナム戦争に韓国軍が行って、そこでですね、あのグアンナム州のハミという村でですね、非武装の民間人135人が殺されるという事件があったと。まあ、似たような事件いっぱいあるんですけれども、はい、その慰霊50年の行事というのが行われた時に、韓国の左派系といいますか、まあ、ムンジェインを支持するような人たちがいきなり行ってですね、土下座して謝るんですよ。すごいパフォーマンスですね。要するに韓国、過去の韓国が悪かったと、で韓国が悪いござんしたと言って土下座するわけです。そのどこ向けのパフォーマンスなんですか。いや、だからそういう悪いことをした軍事政権を清算して今の政府があるんだということを言いたいです。あ、なるほど。韓国という国はもうすごく民主化したんですよ。民主化して、今の韓国は民主化して非常にその優れた国になって、過去のあれを過去の過ちは絶対繰り返しません、過去はいかに悪かったかと、でその過去のそういったベトナム戦争に派兵したパクチョンヒの娘をちゃんと捕まえましたと。あ、そういうロジックですか。ロジック。でムンジェインが、ベトナム訪問する前に、あの韓国の大統領府にあの公式のウェブサイトあるんですが、そこに国民請願掲示板というのがあるんですね。でここに、まあ、書き込むと、あの30日以内にですね、20万人を上回る署名が集まると、うん、あの政府としては何らかの回答しなきゃいけない、まあ、アメリカにもあのホワイトハウスのサイトがありますけど、ありますよね、ペティションがね、はい、ペティションありますけど、あれと同じようなんですが、あれに3月15日付ですから、ムン・ジェインがベトナムに行く1週間前です。でここに請願として何、どういう請願が出たかというと、ベトナム戦争で多くの罪を犯した韓国はベトナムに謝罪し被害者たちに賠償しようという書き込みです。でここでベトナム戦争での戦争犯罪を速やかに調査し、それをもとに賠償と謝罪が行われなければならない、日本は自国の過去の過ちを安易に考え傍観しているというふうに言った上で、だから韓国も過去の過ちをまともに対応していないのに、日本だけに過ちを悔い改めるよう求めることは正当化できないと。これだけ聞くとね、最後だけ取り出すと、そりゃそうだというふうに思うんだけれども、ここでのポイントは何かというと、彼らが言いたいのは韓国も過去の過ちをまともに対応しろなんですよ、主眼は。はい、そのための方便として日本使ってる、ね。これ何なんですかね、自己批判なのか、この自己批判して過去の生産をしながら日本もついでにディスるっていうあれですか、ね。いや、だから日本はどう、日本はその方便として使ってるだけで、そこまで考えない。むしろ今の体制を支えるために過去を徹底的に叩くということですね。だからで、それでどうなったかというと、実はムン・ジェインが3月22、23日にベトナム訪問というのをやったわけです。で23の22から日付が変わった、23になった日付が変わった直後に、イ・ミョンバクが逮捕されるわけですね。ドラマティックですね。いや、もう明らかに狙ったタイミングですよ。そうですよね、狙ってますよね。ムン・ジェインがベトナムにいる間に逮捕するわけです。でそしてそのタイミングに合わせて、要するに過去2代の大統領というのは、これはいかに悪逆非道な大統領かということをムン・ジェイン勢力としては言いたい。でそこで未明逮捕されたタイミング、その日ムン・ジェインはハノイで何というかというと、両国民の不幸な歴史に遺憾の意を表しますというわけです。事実上の公開謝罪ですよ。でただ韓国 その大統領だとか政府の役人関係は、その公式謝罪というふうなことになると、これ政府は一応公式にその真相調査をやらなきゃいけない、あるいは賠償問題も絡んできますから、大統領が思いつきそのこと言われたってそれは困るというのが、それは役人の、そうですよね、賠償するってなったらそのお金はどうなるんですかっていう、ね、なるんですが、ただムン・ジェイン自体はそこでベトナムで謝罪をしちゃって、で今度その次に、それから10日後の今度は 4.3 の時にも、当然過去 その軍事政権あるいはその民主化以前の韓国政府というのは国民をないがしろにして、こんなにひどいことやってきましたと。ということを4月3日におそらく言うでしょうね。なるほど。でそれで自分たちは今こうやって私たち政府はいかに正しいことをやってるかと。いやでもそれね、韓国の一般の方には受けると思います。そうで、そういう組み立てをしてるわけです。いやー、よくできていますね。そういう組み立ての仕方で動いてるわけですね今。いやでもやっぱりそういうね、その民主的人道的なこと、その私がよく行く韓国エステとか韓国料理屋のおばちゃんとかはもうね、意外と文大統領のことが好きなんですよね。ようやく韓国はそのいい国になったっていう風に
おっしゃってるんですよね。そのやっぱり そんなに裕福ではないそうですよ。ただあのビジネス層は全然違う反応ですけどね。あのだからあのそういう形でだから彼がムンジェインという人があの彼は全くその前回お話をした北朝鮮の意図というものを全く読み違えてるし、実はいいように中国にやられてるというか、それ先回りしてやってるところあるんだけれども、その彼のその国内でのその誘導の仕方っていうのは、まあある種韓国人のそのロジックというのはそれをその非常に乗っかってる。でだからもう一つそれから言いたいのは、だからあのライダイハン問題なんかで慰安婦問題でその韓国が日本を批判することに対抗してライダイハンの問題を持ってくればいいじゃないか、もちろんその批判はその通りなんだけれども、ただライダーハンを持ってくれば、で韓国はベトナムで何やったかということを批判すれば、韓国も恐れ入りましたかと言って対日批判をやめるかというと、それは全く違う。そうですよね。むしろ彼らは左派リベラル系の人たち、それに乗っかっちゃって悪いのは全部過去だよねと。だから言ってこういうとまた怒られるかもしれないけど、戦後のドイツが悪いのは全部ナチスだよねというのと同じような形で喜んでこっちに叩く側に回る。確かに。だからそれを保守系の人たちがライダーハンとかベトナム戦争で韓国何やったかということを言えば、韓国は黙るだろうとか対日戦を封じるということにはおそらくならないので、まあ、その批判をすること自体は私は否定しませんし、その意味があるとは思うけれども、あのその辺はもうちょっと慎重に考えてもいいんじゃないのかということを、ちょっとまあ最近のね、あの移民幕の逮捕からちょっとつらつらと新聞なんか読んでて、まあ、思ってみたことでございます。確かに、あの今回の移民幕の逮捕も、このどうしてこの今更っていうタイミングだったのかっていうのがね、今日の先生の解説ですごくよく分かりましたけど、かなり計算された日程のタイミングですよね。だと思います。あのオリンピックが終わり、そのねでかいね、チェジュ島の、あの43の記念日というのを手前 でベトナムに行って、で謝罪、公式ではない謝罪をした瞬間に逮捕するっていうのは、そう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 、韓国人にとってはその韓国の一般の方々 その目線で考えると、完全なる過去の清算をして新たな時代を感じさせるっていう、だからそうなんです。で問題はだからその過去の清算をしなくていいじゃないかという人もいるんです。当然そうですよね。大韓民国が豊かになったのは南部が分断されて中国と手を切って、西側社会の一員としてやったからだという、いわゆるそれがまあ我々保守層と言われている人たちなんですけども、その人たちが当然抵抗はするんですけど弱いですよね。そうですよね。いやでも結構その韓国の方ともお仕事でお話をするんですけれど、新政権になってからブルーカラーの方が給料が高くて、もう工場がやっていけないから工場を閉鎖しなきゃいけないですとか、あともう人を雇うのがその労働組合が強すぎて大変だから、もう投資がしにくいとかね、まあ、アメリカンコリアンの方なんですけど、いろいろこうおっしゃってて、その左に寄ってるのはいいんですけど、具体的な経済政策とかどうなってるのかなっていうね。いやだから具体的な政策はまあめちゃくちゃでしょうね。そうですよね。とりあえずだましだましオリンピックまで来ちゃったけどなっていう、ね、この後ですよね、問題はね。この後ですね。韓国の生産パレードはいいんですけどね。生産パレードもあれだし、おそらくまあこの次憲法改正というのは韓国出てくる。そうですよね。憲法改正で2期目再選が可能になるとか、そういうあるんですけれども、それも重要なんですけれども、一つはおそらくその反共法と言われている共産主義をその取り締まる法律を骨抜きにしちゃう形になるだろうと、言ってるんですが、いずれにしましてもアメリカと その北朝鮮の会談とかですね、はい、今年はまだこれからしばらく朝鮮半島関係はいろんな動きがあると思いますので、目が離せないですね。そうですね。リアルタイムの動きはやっぱり専門家の方とか、軍事的なことはいっぱい語る方が多いと思うので、僕はむしろ背景的なこととか、もっとマクロ的なところでお話が少しずつできればいいかなというふうに思っております。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日は移民幕の逮捕をめぐってという特別番組を放送させていただきました。また次回よろしくお願いいたします。